こんばんは。ウェザーニュースキャスターの鈴木里奈です。5月18日金曜日の全国の天気をお伝えします。明日は広く雨が降り、傘が活躍します。東北のエリアも雨の降る1日、特に日本海側では記録的な大雨となる恐れがあります。河川の増水や氾濫、土砂災害、屋内への浸水など災害に厳重な警戒をしてください。また特に午後は強まる予想です。交通機関に大きな影響が出る恐れがありますので、不要不急の外出はお控えください。その他のエリア、西日本、東日本も日本海側のエリアはだんだんと雨が降り出しますので、お出かけの際に降っていなくても雨具をお持ちください。太平洋側のエリアも雲が多く、にわか雨の可能性がありますので、折りたたみ傘があると良さそうです。北海道も道南道央のエリアはだんだんと雨が降り出しますので、こちらも雨具があると安心です。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。